皆さん、こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。そして、こんにちは、えー。スタイリストの高野です。はい、はい。自己演出プロデューサーの山口和子です。では、今回もメディアトリン座談会進めたいと思います。はい。はい、では、皆さん、まずチャンネル登録よろしくお願いします。<laughs> そうですね。お願いします。はい、で、今日のテーマは、まあ、その記者会見と決算説明会でのまあ予想い というか、はいはい、服装ですね。はい、服装です、ね。はい、はいであの。取り上げる会社はソフトバンクの孫さんにあります。はい、では、はい、早速中に入っていきたいと思います。はい。はい、お願いします。はい、じゃあ、いきます。はい。見えてますかはい、はいえーっと。ソフトバンクの決算説明会、2021年2月8日にありました。えー、ちょっと少し前なんですけどね。でこの時に、 注目したのはなぜかこの時孫さんハイネック白のハイネックなんですね。タール,ルネックです、ねはいであの。私もあえっと思ってあれこれ記者会見普通の記者会見だったっけと思いながら、まあ、よく見たら決算説明だから、まあ、決算説明会だなと思って、はい、まあ記者会見の場合は割とラフな格好もありなんですけど記者会見じゃなくて、まあ、決算説明会だったので、まあ、ちょっと ちょっとびっくりしちゃったっていうのがあったので今日はこのさんに詳しくああの解説していただければなと思いました。どうなんでしょうね、高、はい、野さん、あのーいや。っていうかあのもう最初に3人並んでてバラバラ感がすごいですよね。あそう全く服装については話し合うこともなく、各々、うん のいいような感じで出てきていらっしゃる感じですよね。うん、うん、そう、うん、ちょっとアップで見てみましょうかね。はい。あの,のこれニットですかね。ニットのタートルネックなんですかね。うーなるほどうまあ二月だからあじゃあ、ね、寒いんでね。寒いんじゃないですか。あの面ってことはないんじゃない。そうですね。うん、寒いから着てのかなって。<laughs> でもね室内ですからね。<laughs> それだと、終わっちゃいますね、話ね。<laughs> <laughs> あの、ね、それ前だけど、いや、まあ、経産説明会だしなって、ね。うん、そして、ご主人の方、あの、後藤さんですね。こちらの方でも、うん、ネクタイ、ちゃんとしてますよね。そうですね、メガネ曲がってますけどね。見るところがね、ちょっと。あと、スーツがちょっと大きい。うん サイズがあってないなって感じ。シワシワですよね。うん。ダボっとしてる。そうですね。ジャストサイズじゃないですね。それから女性は、こちらはスーツじゃないんですよね。卑弥呼ですか卑弥呼。髪型のこのびれが卑弥呼感出ますよね。かりますあのなんあれ、なんとなくこうカーディガンっぽく見えてスーツじゃない。 ジャケットじゃなくてカーデが感つですよね。ニッジャケットみたいな。ね、ボタンもない感じですかね。ボタンなんかあるんだけど、うん、上を外してる感じですかね。うん、下グレーっていうのがちょっと清潔感を書いてますね。ということで、うん、ちょっとあれと思ってしまったんですけど、うん、そうですね,ね。どうなんでしょう高野さんから見て。あで一応 これは二年前ですけどね。普段はスーツ、うんうん、今まではスーツで、うんうん、あのちゃんとネクタイしてたんですけど、今回はなぜか、うん、<laughs> ネックで寒かったんですかね。<laughs> なんだから決算説明会でこの服装ってどうでしょう。んだけどあのちょっとゆってね、うん、あの清潔感は。 はないわけではないんですよ白だからただなんかもう少しきちんと感どうしても寒くてタートルネック着なきゃいけなかったんだったらポケットチーフすればもうちょっときちんと感出たかもしれないんですよ、うん、セーターでも、うん、だけどーよーく見たらポケットがないような気がするんです本当ないんですよねそうそうここねいやこ,こういうの珍しいこ,こういうスーツもあるんですか,これだか オーダーメイドだからならではなんじゃないですかこれも孫さんのこだわりなんじゃないですか、まあ、わざとうん、うん、わざと自分はなんかこう普通は絶対ついてるものをつけないっていうところでオーダーメイドだって知らしめせてるのかポケット嫌いか余分な呼 <laughs>、うん、余分なものは僕は嫌いなんです主張、うん、なのか うん、分からないんですけどこそこで個性というか自分のアイ,アイデンティティみたいなの出してるのかなと思いますけどでもなんか、うん、なんか変なんですよバランスが全体の。うん どこがどうタートルネックのせいだけじゃない,、うん、いや,やっぱりポケットがはついてないのはなんかペロンとしててそそうそうなんとなくこう立体的感がない感じがしますよね、うん、女性のジャケットっぽい感じもしますね、うんうん、そうですね,ね,ですね女性のうん、うん、あとうん、うん、黒なのかグレーなのかわかんないんですけどそれもすごい違和感ですうん、うん、なんかこうモード系に行きたいのかわかんないんですけどうん、うん、さっきの方も チャコールグレーなのかなわかんないです。コンニは見えないですよね。黒かチャコールグレーみたいな墨黒に見えますよね。うんこれだとそう見えますね。うん,うんなんかところ、うん、やっぱり私がいつもあの公式感の一番最も高いのはコンですよってお伝えしてるじゃないですか。うん、はいそれを考えると黒っていうのはやっぱり うん、どうなのかなって思いますね、いくら。IT の方でも最近はその辺はわきまえてらっしゃる方多いし。このねご、後藤さんもポケットないですか、これ。触れてるのかな、か画像が。見えないですね、だけ、うん。でもこれ、ポケット、なんか膨らみあるような感じしますけどね、なんか。うん ダンサーがちょっと見当たらないですね。口がね、溶けるんですよね。そうそうそう,そう。えぇ、ー。ソフトバンク仕様なんですかねもしかして社員みんなないとか。<laughs> いや、なんかそんな気がしてきちゃいますよね。うんうんえー、でも、この方は割とこう、普通にスーツを着てる感じの方なのかなっていうお見受けするので。 そうすると、うん、ちょっとサイズが大きいですけどね。うんうんねシワがすごい気になりますけどね。ポケットチューブがないことって何か意味があったりするんですか別にそれはお好み、うん、基本的に。あとはそのやっていうか基本はついてますよね。あるべきもの。うううんうん、うん、うん でその私はいつもあの話しているようにポケットチーフは別におしゃれをするためのものではなくて、はい、あの全体のその V ゾーンとあとジャケットの外から少しシャツが出る白とポケットチーフの白でバランス取るんですよっていつも話していると思うんですけど、はい、きちんと感がより一層高まるっていうんですかねねねううんバランスもよくなるし、ね、そうですね。うんなんとね まあこれもこれ2年前のものなんですけど孫、うん、さんって、うん、お顔自体はとても清潔感ある方なんですよそれお得だなって、うん、お得な方だなと思うんですよ、うん、あの見た目だけでも清潔感があるように見えるので、うん、うんこのネクタイが ディンプルができてないので、なんか全体的に、このスーツも平面的に見えるのに加えて、うんうん、ディンプルがない分だけ、ネクタイもペロンとこう、うん、なんていうかな、平坦、うん、に見えるっていうのはありますよね。うんうんうん、そうですね。これやっぱり、うんうん、ポケットチーフの,あのポケットないのかな、うんうん、みたいですね。これ2年前、うん、あの実はこれ2年前,あの2年前あの、ウィーワークの件で、まあ、かなりこう打撃があった時なので、うん この時は、うん、あのスーツをちゃんと着スーツというかあのネクタイもしていてわり、うんはい、ときちんと感があるわりとねもう真っ赤っかなんですよ <laughs> みたいな話でね非常に戦略的に<ー>、まあ、批判をされるから、はい、自分をすごく自虐的にもうど,どんどん,どん突き落として、うんまあ、それからこれから上がっていくみたいなねそんな、えー、の組み立てだったんですよ。 ただ、はい、あのその間はソーサさはいつもボタンしないんですよね。この時も。あのしあだらしなく見えちゃう。基本はあの知識としてはスーツは立ってるあ座ってる時以外はボタンは必ず止めるっていうことですねマナー的に。だからただ今回はとっても業績がいいのでまあ、何しろ。あの この <laughs> ちょっと今のもう一回、1個前に戻してもらっん何か、袖が大きいのかな。なんかそうですね。うん、あのカパッとして、学生服のような袖ですね、うん、なんとなく。うん、です、袖口から、あのそのそね本来だったらシャツとか。はいえー、で、そのタートルもちょっとたるんでるじゃないですか。うんうんうん もっとピタッとしてる方がいいかもしれないですね。ちょっとたるみって緩みが出てる分だけ引き締まった感じはないですよね。ねちょっとおうち感が出ますねんとなく。そろそろじゃなんかこうまとめをいただけると。今回はね業績が良かったってこともあって非常にねリラックスした感じだったんですよ。しすぎですね。 <laughs> <laughs> だからそう、リラックスした感じで、あのー、緩やかな感じで話をしていたので、まあ、それが服装にも出てるのかなって、私は思いましたけどね。うん、なるほどね。うん、でもやっぱりなんかちょっと中途半端ですよね。じゃあ、リラックスしちゃうんだったら、もうジャケットも脱いじゃって、うん、分かりやすくした方がいいんじゃないですか、なんか服,で服装でメッセージを伝えるにしては中途半端でしたね。 うん、まあそんな気もなかったのかもしれないけどそうですね、うん、ちょっとそんな気もしますねそうですよねステークホルダーとして見るとあのさ、ーうん説明会でこういう服装孫、まあ、さんみたいな、ね、ちょっと緩い感じの服装って皆さんどう捉えたのかなって私はちょっと興味があって業績がいいから、まあ、いいよっていう。 ね、考え方ももちろんあるとは思うので、まあ、行政が悪い時に非常にちょっと緩い服装だと何って <laughs> 思うんだけど、うんはい、非常に行政がいい場合は、まあ、何しても許されるっていうのがあるのかな。でも私としてはね、常にやっぱり同質レベルの服装でいてほしいなっていうのはありますね。うん、なんせ代表ですから。うん、はい、はいね。日本を代表する企業でもありますから。 意図して、意図的にやってるとも、なんか思わないんですよ。思えないな、ちょっとこれを見る限りでは。うん、そうですね。そこまで。うん。うん、そうですね。ねそんな気をしちゃいますやってるっていう感じでもないですもんね、うんうんうん。いいね。はい、あ,あの、きっとね、気の緩みですよ。<laughs> 気,の <laughs> <笑><笑>気の緩みは、服装にも緩み出ちゃった、うん、そう,そう。戦略的に考えてるっていうことではなくて。うん、まあ、本当は業,業績がいいから。 今回、気楽に、この記者説明会、ちょっと気楽に行くか、数字もいいしね、みたいな、そんなのじゃないですかちょっと確認できたら確認したいところですけどね、聞いてみたいですよね、ういうふでもね、本来だったらやっぱりきちんとした服装で出てほしいなとは思いますよね、そういうオッターとしてはね。うん あと、ね、日本を代表する企業だし、まあまあ、そうですね。宗さ、うんはあのな、まあ、なかなかやっぱりこの見た感じ、華やかだし、うん、人目を引くので、やっぱりリーダーとして、うん、みんな憧れるような数字だけじゃなくてね、うん、数字だけじゃなくて、見た感じもやっぱりかっこいいって思われるような、だからその内面のね、素,素晴らしさと、外面の一致ですか、うん、それをぜひ目指していただきたいですよね。 やっぱりなんか内面だけ良くてもダメだし外面だけ良くてもダメなこの完全な一致っていうのが成功につなうん、うん、繋がると思うのでやっぱり自分だけ良ければいいっていことではなくて、うん、見られている立場だっていうことを意識していただいた方がいいですよね。うん、はい、はい はい、じゃ山口さん、最後に何かありますか山口さんそうですね、すあの孫さん、あのその喋るときとか動きとかっていうのは、すごくあのリラックスできていて、うん、とても自然なので、うん、そういったところからすると、やっぱりもったいないなと思いまし孫さんね、服装だけ、私が見たところにやっぱり服装だけはすごく課題があるので、まあ、そこだけは、うん、改善して、より良くしていただきたいなというふうに思いました。はい、はい はい、ということで、今日はスタイリストの高野伊勢子さんと、えーはい、山岸和子さん、はい、自己演出プロデューサーの山岸和子さんと3人でメディアとインタ段階をお送りいたしました。はい、では、皆さん、またチャンネル登録お願いいたします、はい。はい、お願いします。ありがとうございました。